毎月100万円しかもらっていない。国民のトップの発言に批判の声が上がっています。昨日都内で開かれたパーティーで細田博之衆院議長は国会議員の給料に当たる歳費についてこう発言しました。一体いくらですね、歳費をもらってると思いますか。議長になってもね、毎月もらう歳費ってのは100万円しかないんでしょ。しかというと怒られちゃうけど、100万円ももらってるのかというけど、会社の社長は1億円は必ずもらうんですよ、上場会社は。民間企業の社長と比べ、議長でも100万円しかもらっていないと発言したのです。国会議員の歳費はコロナに伴い2割カットされ、現在103万2000円です。一方、国会では議員の数を減らすべきだとの議論が長年行われていますが、細田議長はこう述べました。一人当たりその月給で100万未満であるようなテロビの、ね、議員を多少ベースって場所は考えて私は思ってるんですよ。議員を減らすどころか議員の数を増やしても罰は当たらないと主張しました。この発言に野党からは厳しい声が。民間感覚で照らし合わせてちょっとありえないなというふうに思います。さらに党内からも常軌を逸している、考えられない、早くやめてほしいなどと批判する声が上がっています。街の人は金銭感覚がやっぱり普通の人と違うんだろうなって思いますね。税金のありがたみを感じないですね、その発言には。私たちにとっては大きなお金なんで、それを100万円しかとかだけとかはない方がいいと思います。一方で、ある国会議員は政治家の懐事情について、良い待遇だと思われているが、税金を取られてパソコンのリース代や電話代を取られると、取りは多くないと嘆いています。